間に何かあったとか思ってるの？え、なんもないよ、ほんとに。休んでた理由も全然しょうもないしね。っていうか、もう人集まってきたから言うけど、パソコンがすごい壊れ方して。なんか最初は、パソコンがちょっと動き悪いなって配信しながら思ってたんだよね。なんだけど、それをしてても、だんだん動かなくなってきて、ある種の、もう叩いても何しても動かなくなってきて、びっくりしたよ、デビッチ、ほんとに。うん。だから、それのせいで放送できてませんでしたー。みんな、びっくりさせちゃって、ごめんねー。ツイッターもね、全然動かしてなかったし、みんなどうしたんだろうって心配してたかもしれないけど、でも全然元気だった。なんかさ、ネカフェではもう放送しないんですかって言ってるけど、ネカフェあったよね。懐かしいの、なんか昔。あれでしょ、パパとママに、しこも放送するなって怒られて、でも、ちびってどうしても放送したかったから、ね、カフェから放送して、一緒店員さんにバレてすっごい怒られたってでしょ。ちびってあれ超懐かしいんですけど、なんか動画になってたよね。初めて生で見る。初めてなんだ。なんか動画からってこと？かわいい動画見てくれてるの？ネカフェの動画じゃないね。ネカフェの動画ほんと恥ずかしいんですけど。え？違う動画？え？その動画、その、その動画は、だから全然気にしてないよ。全然、全然気にして、その動画も面白いよね、本当にね。いや、本当に放送楽しくて、だからこれからまた頑張りたいなって思ってるよ、ってビッチは。本当に。だからちょっと、でも、今日ちょっともうお腹すい、そういうコメント本当にやめて。そういうコメント本当にやめてって言ってるじゃん。ちょっと早めだけど今日はもう終わりにしようかな。終わりにしようかな。